吉田さん、人間は感情を満たす生き物、確かにそうですね。だからこそ人の感情を動かして、その感情を満たす商品やサービスやね、出会いを提供するんでしょうね。で、その感情っていうのは一時期は収まるけども、またしばらくするとね、別の感情が湧き起こってきて、あれしたい、これしたい、これが済んだ、あれが済んだってことになるんでしょうか。まあ、お腹が空いたらね、物が食べたいって思うでしょうし、眠たいっていう感情が起きば寝るというね、ごく自然なことですけども、現代社会において湧き起こった感情を抑えなければならない、もしくはもう消さなければならないってことが結構多かったりしますよね。私ね、葬式に出席した時に笑いが出ちゃうことがあるんですけども、あれもだから自分の本来の感情を消さなければならないような辛い例の一つかなと思います。なんかね、笑っちゃいけないところで笑いがこみ上げてくる時ってあるんですよね。なんかその昔ですけども、中学の頃に先生が真剣に怒ってる時にね、なんかプッみたいな感じでなっちゃったりとかね、あと隣のやつをちょっとくすぐって笑わしたりとかして、笑っちゃいけない時に笑わせるみたいな、そんなね、まあ卑猥ないたずらもしたもんですけども。さあ、それではね、これから私たちがこの経済社会の中において、どんな欲望を喚起されて、どんな欲望を喚起して、いろんな感情をどういうふうにね、埋めていくのかってことが大きな課題になると思います。まあ、例えばね、その感情の中で最も動きやすいのが不安っていう感情です。恐れですよね。だから将来的な不安とかね、将来の住まいの不安とか老後の不安っていうのをすごくね、こう煽るんですよ、コマーシャリズムっていうのは。で、まだ10代とか20代のうちに将来のために貯金とか、将来のために進路とか、将来のために我慢みたいなね、こんなことをするわけですよ。なんかね、本来今日が楽しければ、まあ、基本的にはよくって、それが明日も続ければいいなっていう感じで、もう5年先とか10年先とか分かんないですよ。その分かんない未来に対してどんな備えができるのかなっていう時に、私はまあ基本的にはね、ビジネスがいつでもできること、もっと言ったら人に気持ちを伝えるトークができることだと思うんですよ。自分の気持ちを人に伝えることによって人の気持ちを動かすことができれば、例えば慰めてあげたりとかね、それ癒してあげたりとかね、叱ってあげたりとか励ましてあげたりっていうことができると思うんですよ。そうやって人の心をコントロールできる人同士だと、まあ励まし合って讃え合って鼓舞し合うっていうね、そういうような社会ができると思うんですけども、どちらかというと人は人に対して不安を煽ったりとかね、恐れを植え付けたりとか、恐怖でコントロールしたりとかね、なんかそんなことありますよね。なんかこう怒ったふりをして言うこと聞かしたりとか、機嫌が悪いふりをしてちょっと下手に出させようと思ったりとかね、まあ、そういうことが結構多いんではないかなと思います。まあ、しまいにはね、いろんな取引を持ちかけて人の感情を動かすようなこともありますよね。それ以上やったら離婚するわよみたいなこと言われて、ね、奥さんに言われたらね、旦那さんビビっちゃったりとかね、逆にね、そんなことやったら離婚するわよって言ったら、やったーっていう旦那さんもいるかもしれないですね。これはね、これはなかなかね、怖いことですよね。女性の方も奥さんの方も勇気を出して離婚届出すわよって言ったらね、どっちなんだろうみたいなね、そんなこともあるんじゃないかなと思います。まあ、考えてみたら、そのちょっと話がね、結婚の契約になりますけども、この婚姻届っていうのは相当ね、自信がない夫婦がやることかなって気もするんですよ。だってその印鑑を押すみたいな拘束力がないと約束ができないわけでしょ。契約をしないと人間関係すら維持できないと思うから婚姻届出すわけですよ。まあひどい話になりますけどもね。まあでもね、もう信じ合う2人、絶対に一緒にやっていくんだって人が形式上婚姻届を出してちょっとね、安心するみたいなところも多いと思いますし、どちらかというとそっちじゃないかなと思うんですけどね。ある人が言ったんですけども、結婚した瞬間に離婚届にも両方のハンコと印鑑をしてお互いに持っておくみたいなね、そんな夫婦もあるそうなんですよ。これはとある宗教のね、団体がそういうことをね、推奨していて、本当にそういうことをやってるみたいですけどね。まあ、そうなるといつでもお互いに離婚できる状態になってるから、逆にお互いにね、すごく尊重心が出たりとか、お互いの権利を認め合ったりとかね、それぞれが自分の所属物ではない、所有物ではないという、ね、意識が高まったりするそうなんで、なかなか人の考えってのは面白いなと。とまあね、いろんな感情をコントロールしながら、逆にコントロールされながら人は生きてるのかなと思います。吉谷さんが R34 がね、欲しいと思った時も誰かに感情をコントロールされてることだと思いますし、それは感情をコントロールしてない時にもコントロールされっぱなしで、それがフィードバックしてさらに強くなったみたいなね。そしてあの色とスタイルの R34 がガーンとあるわけでしょ。欲しくなりますよね。で、私も同じですよ、ね、幼い頃に見たテレビ番組で車がバーッと、ね、走ってね、いろんな事件を解決するヒーロー、そういうものに憧れるじゃないですか。で、子供心、少年心を忘れないっていうのは男の子によく言えることなんですけども、10代の心のね、なんか憧れとかって
40になっても50になっても続くんですよね、立ちが悪いことに。もちろんね、子供心忘れないって言っても、半ズボンでそのね、あの虫取り網を持ってかけてたら、これはちょっと危ないと思われるかもしれないですよ。ね、それができるのはさかなクンぐらいだと思いますけども、まあでもね、やっぱりあの頃できなかったことが今ならできるかもなっていうふうにして、若い頃の果たせなかった夢に挑戦する権利はやっぱりね、大人にしかないと思うんですよ。まあですんで私こう思います。子供の頃の憧れは大人になって叶えるというね、それしかないと思うんですよ。いつか大人になったらこれやろうと思った、その大人になったこの今の瞬間にそれに挑戦すると。で、挑戦するためには当然ですけども、お金の問題とか人の周りの人の理解とかね、それから時間的なものがありますから、やっぱりね、大きくなった時にはその問題を解決していって、自分の人生とか夢をつかむ、これが自分のストーリーを完成させることかなと思うんですよね。まあ、そう考えたらね、吉谷さんはね、毎日自分の物語を作っていらっしゃると。まあ、私も似たようなもんかもしれませんけども、吉谷さんは自分のストーリーを作って、そこに自分を、ね、生きて、生かして、自分の時間とか自分の人生を生きて、そしてそれがね、周りの人にいい影響を与えて、自分もそれになりたいなとかね、吉谷さんのドリームアカデミアいいなと、まさにね、夢は逃げない、逃げるのはいつもお前だみたいなね、きついメッセージがありますけども、本当にそうですよね。逃げなければ夢っていつもそこにあるんですよね。そこに、本当ですよ。で、手を出したら掴むことができるんですよ。こんなに自分の欲望を簡単に叶える方法があるのに、なぜか人はそれを遠ざけて、それは子供の頃の夢だからとか、今はそうは言ってもなかなかねとかね、そうは言ってもなかなかねっていう、このね、この言葉はまずはどうにかしないといけないですよね。まあ、そのためにこの億万長者合宿っていうのがあるわけですけどね。はい、では今回は以上ですね。なんかね、いいですね。爽やかというか、すがすがしいというか。あ、ちなみにね、さっきね、あの新潟の奈美さんからヘギそばをいただきました。あ、誕生日プレゼントだそうです。嬉しいですね。奈美さんにね、掛け軸を送った覚えがありますよね。あの時も椎の木康春くんが、まあ、間に立ってくれたのかなと思います。考えたらいろんな大事な時に彼がいるなと思いますよね。また励ましてやってください。安ある。では、いってらっしゃい。